津山線。津山線は、岡山県岡山市北区の岡山駅から、津山市の津山駅に至る西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。インビ線と共に、音量連絡線を構成し、岡山駅と鳥取駅間を結ぶ急行、砂丘などの優等列車が運転されていたが、地図急行地図線の開業により同線経由の、 特急列車が運転されるようになると、音量連線としての役割を失い、津山線は都市間連絡線として徹するようになった。全線を岡山支社が管轄しており、2016年3月26日より、ラインカラー及び路線記号が導入され、ラインカラーは山吹色、路線記号は T である。なお以前は、同志社管内で独自にピンク、が、 ラインカラーとして設定されていた。岡山駅、法火院駅間は IC 乗車カード、愛国家のエリアに含まれている。正式な起点は岡山駅だが列車運行上は津山駅から岡山駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。これは岡山駅で接続する山陽新幹線、山陽本線、宇野線、霧線、 津山駅で接続する姫新線に方向を合わせたためである。なお、津山線の創業企業体である中国鉄道が津山を中心に考えた上り、下りの表記を国有化の時にそのまま継承したという説がある。2015年6月20日現在、快速、ことぶきと普通のみ運転されている。かつては津山駅から陰備線、姫新線に直通し、 岡山駅鳥取駅を結ぶ列車や、岡山駅中国勝山駅を結ぶ列車もあったが、現在はすべて津山駅で運転系統が分かれている。2009年3月14日のダイヤ改正で、急行津山が廃止され、これにより津山線の優等列車はすべて廃止された。津山線ではこの他に、岡山駅鳥取駅間を結ぶ急行砂丘が、 地図急行線を経由する特急、稲葉、現在のスーパー稲葉が運転を開始する1997年まで運転されていた。岡山駅津山駅間の全線を通して運転する列車が1時間あたり1本程度設定されているほか、福渡駅や神奈川駅発着も設定されている。平日土曜日には野々口発岡山駅と通学輸送のための岡山駅 公開営機関の区間列車が運転されている。後術の快速が通過する駅においては、運転間隔が2時間前後開く場合がある。なお、臨時列車で津山駅から姫新線新見方面への延長運転が行われており、2006年3月には、勝山おひな祭りの期間中、2009年3月13日まで設定されていた休行。 津山が津山駅から快速とて新見駅まで延長運転されていた。岡山駅津山駅間で折り8本上り7本が運行されている。列車名のことぶきは一般公募により命名され、沿線に福渡駅や上目駅、吉光駅、神奈川駅、誕生寺駅といった縁起の良い駅名が多いことに由来している。 1997年11月29日のダイヤ改正で廃止された急行、砂丘の代替として、急行、津山市往復と共に運行を開始した。当初は一部の座席に指定席が設定されていたが、座席数を減少された後、2001年3月7日に指定席の設定が廃止された。車両は岡山電車区機動車センター。 現在の岡山機動車区所属のキハ47型が2両編成で運用されていて、運行開始当初から機関換装により出力が 330PS となった車両が用いられていた。一方、当初は専用塗色が施されていたが、現在は同区の他の車両と同じ主色5号単色に塗装が変更されている。津山市で8月に開かれている。 津山農涼ゴンゴ祭りを PR をする目的で、毎年夏に快速、ことぶきや姫新線の列車に、カッパのヘッドマークを取り付けて、ゴンちゃんゴーとして走る。2005年から2007年の毎年3月には、姫新線の中国勝山駅前で行われる、勝山ひな祭りの開催に合わせて、津山駅中国勝山駅間で一往復が、延長運転していた。また、 2007年には4月1日から6月30日まで開催されていた岡山デスティネーションキャンペーン期間中にも延長運転が行われ同年7月以降もしばらく土休日及びお盆休み期間中などに見されていた国鉄時代の1970年代から1980年代にも快速列車が運行されていたが JR 西日本に承継された後は 1988年に中国勝山発岡山駅快速が朝に設定されるまで津山線に快速列車が運行されたことはなかった。津山線では山間部を走行するため落石が多く発生しており警戒が行われている。2005年2月26日には玉川駅、牧山駅間で落石が発生し、キハ40系1両で運転されていた。 回送列車が衝突する列車脱線事故が発生した運転士1名が負傷。同年3月14日に運転を再開したが、2006年11月19日には、同一区間の別の箇所でも落石が発生し、変形した線路に津山発岡山駅が通過して脱線する列車脱線事故、津山線列車脱線事故が発生し、乗客25名が負傷。 再び落石の可能性があることから、発生源の岩石などに処置を施すとともに、ワイヤーネット、落石防止策及び落石検知装置が設置されたが、同区間の他の落石が発生する可能性がある場所にも落石検知装置が設置され、2007年3月18日に運転を再開した。2006年に起きた脱線事故の場所では、並行する県道に落石によって、 道路の陥没が脱線事故の約1時間前に発見されていた。県道は警察が現場を確認して通行止めにしていたが、JR 西日本には伝わっておらず、落石などの災害時には、道路と鉄道が近接する区間では落石などによって、災害が発生した場合は、道路管理者、鉄道事業者に対して、必要に応じて速やかに情報を、日下げするよう通達が通知されている。 なお、2005年に起きた脱線事故では、JR 西日本が落石した斜面一部を所有する岡山市に対し、土地所有者には土砂の撤去と崩落防止の義務があるとして、復旧費用の一部である2889万円の負担を求めた裁判が行われ、岡山地方裁判所は、岡山市に2611万円の支払いを命令した。岡山市は、 この判決を不服として控訴をしていたが、岡山市が JR 西日本に対して1400万円を支払うことで和解が成立した。岡山機動借所属のキハ40.47型とキハ120系300番台が使用されている。2016年3月現在はキハ40.47型による運用が主力となっていて、1996年の当選の 高速加工時、歴史施設参照完成直に多く見られた、キハ1 2 0系3 0 0番台による運用は2、往復にまで減少している。津山線は、キビ線と同じく、中国鉄道、現在の中鉄バスが、施設鉄道法で開業した施設が発祥で、大半が1944年6月1日に、戦時買収で国有化された路線である。 岡山県の県庁所在地である岡山と、三正坂地方の中心都市の津山とは明治、維新移行人や物の往来が増加していた。古くから両都市を結ぶ津山街道、現在の国道53号とほぼ同じルートがあったが、空港峠などの難所があった。また、当時の岡山県の南北交通で主流であった、周運、高瀬船を使おうにも岡山は、旭川水系、津山は、 吉井川水系であり、旭川は北上して、福渡りから津山街道に入るか、落ちまで、さらに北上新省から津山に入るなどの方法しか、なく、人や物の往来に困難をきたしていた。このため最新の交通手段である鉄道の付設が、企画され、1896年4月30日に、中国鉄道が設立された。 同年に、岡山津山勝山寝坊与那子の免許が下り、早くも7月には、帰港、1898年12月21日に、中国鉄道本線として、岡山市駅津山駅、現在の津山口駅までが開業した。津山駅園は、建設を断念し、免許は失効、後に国により姫新生や白尾線として建設された。開業区間はほぼ、 津山街道に沿う形であるが、崩壊院駅、野々口駅間は、南所の空港峠を避け旭川沿いに建設されている。建設は、国の技術によらなかったため、曲線やトンネルの断面などが、独自の規格となっている。現在でも、曲線半径が綺麗な数字になっていないのはこのためで、ある。鉄道の開通により高瀬船による旭川の、周運は、 主役の座から降りることとなり、神奈川や福渡といった鉄道の結節点から、先の末端へのフィーダーに変化した。このため、神奈川や福渡は大きく栄えることとなる。当初は、タンク式の蒸気機関車が牽引する列車であったが、1930年以降は、機動車が導入され、キビセンと合わせ、国鉄正式車並みの大型車、総勢17両を揃え、 手堅い設計で実用的に使いこなし全国的にも知れる存在であった買収機動車を参照。しかも一部は便所付き車両を導入するなど旅客サービス水準は高かった。しかし戦時買収で国有化され中国鉄道本線から津山線となった。戦後中国鉄道の機動車は地方私鉄に払い下げられ設計の優秀さから長く使用されたが、 当の津山線は C11 型などが牽引する列車で運転された。その後国鉄でも機動車が次々と投入され、津山線に再び機動車が戻るようになり、旧岡山鉄道管理局管内では比較的早くに無煙化された。その後は国道53号の整備、それに伴う沿線地域のモータリーゼーション化の加速。 沿線地域の過疎化もあって合理化され、交換設備が取り外されたり列車本数が削減されるなど徐々に利便性が悪していた。このため、1996年に沿線自治体の資金負担や住民の募金によって高速化改造、交換設備の復活と一線するか、キハ1 2 0計3 0 0番台の投入が行われ、所要時間の短縮や増発が行われた。なお、 当線の高速化への取り組みは後に、鳥取県や島根県が、山陰本線を高速化する際に参考としている。下記以外の駅は全て無人駅である。内は、岡山駅起点の営業記録を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。